皆さんのお家には 128GB とか容量の少ない SSD 余ってませんか？そんな容量の少ない SSD はひとまとめにして使っちゃいましょう。まとめの SSD は初期化して、ディスクの管理などで未割り当て状態にしておきます。左下スタートボタンから設定をクリック、検索窓で記憶域の管理と入力して選択。続いて新しいプールと記憶域の設定をクリック。接続された SSD が表示されているので、プールの作成をクリックして待ってるとこんな画面になります。今回はひとまとめにするので、シンプル回復性なしを選択。そのまま記憶域の作成をクリックすると、あっという間に SSD がまとまってくれます。容量違いでさらに小さな SSD を3つおまとめ、結果 500GB 近いストレージを1つ確保成功。今回の方法ではどれか1つの SSD がダメになっちゃうと全てのデータがダメになっちゃうので、おすすめは何度でもダウンロードができるゲームのデータ。実際にインストールしてみたんですけども、全く問題なく利用可能。その他デメリットだったりエラー発生時の対処法など本編動画でまとめてるので、よろしかったら覗いてみてください。